リゾネーターと名の付くモンスターを手札に加える。これはマジックカード、強欲な壺を発動。デッキからカードを2枚手札に加えて、このカードは俺のモンスターが倒された時、ライフを1000ポイント削り、デッキから四つ星モンスターを1体フィールドに呼び出すことができる。サイバーポットはフィールド上の全てのモンスターを破壊するか。プレイヤーは互いに5枚、デッキからカード、わからんようだな。ならば教えてやろう。俺のターン。だからグレンマリューの壺を発動。俺の場にレッドダイモンドドラゴンが存在する。カードを2枚ドローする。アラブル魂バーニングソウル。レベル7となったレッドダイモンドドラゴンにレベル2のドレッドドラゴンとレベル3のクリエイトリゾネーターをダブルチューラニング。王者ファースト、今ここに交わる。アラブル魂よ、天地創造の叫びを上げよ。シンクロ召喚、いでよスカーレットのワッドラゴン。このカードが墓地に行ったターンの戦闘をプレイヤーの好きなタイミングで強制終了。手札から復活の祭壇を発動。デッキの上からカードを2枚取り除き、自分の墓地からカードを1枚手札に加える。それはオベリスクの最上級能力を発動する。オールエナジーマックス、ゴッド&インパクト。ボトルフェーダーを特殊召喚。相手モンスターがダイレクトアタックをしてきた時に手札から特殊召喚、その効果によりバトルフェイズを強制終了する。何？カード発！聖なるバリアミラーフォース！バーニングソウル！これがキングの力。
ジャックはまだまだ進化し続けている。